いや、やばいやばいやばい、もうすごい引いてる、やばいやばいやばい、来たかな来たかな来たね、これは。あ、なんかいる、何がいた、何がいた、やったぜ、でかいかな、ケンちゃん曲がってんだ。はい、船長です。今鹿島沖のあの根が点在しているポイントに、ポイントの上に浮いてます。今日はね、このジグでカラーローテとかしないで、このジグだけでどれだけ釣れるかちょっとやってみたいと思います。スロービー。やったぜー。でかいかな？ケンちゃん曲がってんだ。重い？よしよしよし、なんだ、沈黙を破りました。本命かな、叩いてるな。おお、やりー、やりー、やったぜ、やったぜ、なんかでかいですね、方向これ。もっとでかくなるよ、でかくなる、うん、だって前釣ったのもっと小さかったですよ、うん、いたね、結構ガツンってきましたね、結構引いてたね、うん、嬉しい、カランちゃん頑張れ、中巻きぐらいガツンってきた。乗ってる、あれ合わせた、あ、合わせろ合わせろ合わせろ、よしよし、イエーイ、何来た、来たね、これは、喜んで、あ、なんかいる、何がいた、何がいた、これちっちゃちょっと、めっちゃちっちゃいんですけど、ベラベラって何ですか、ベラ。乗ってない、乗ってないっす、まだ、おー、来た来た来た、よし乗った、バッチリ取れとるぞ、ケンちゃん。なんだ、ハナダイかな、あ、ごめんね、カナちゃんね、なんだろう、私からやっちゃうんです、いやいやいや、魚は頭からね、あれなんだこれ、虫がレーダー、カレーだ、カレーだ、美味しいぞ。ケンちゃん今日やるね。やりますね。ケンちゃんやるね。アルキャッチ。私が担当さ。やったぜ。大丈夫。虫ガレー。カレー。え、これ前も釣ったよね。うん、そうだね。そうそうそう、虫ガレーだね。すごい良かったよね、うん。全然当たんなくてめげてきた。カラーチェンジしたくなってきたな。ジグでもやっぱホウボウは食べるんですか。食べる食べる、ホウボウはね結構ね赤系のジグとかの反応いい、平場の方がでも好きなんですか、平場の方のが全般的に釣れるよね、うん、なんでその苦行を選んでるんですか、それを推しにしちゃった動画の撮影が今日はジグ一種類でいくっつってしかもカラーチェンジしないでこんな過酷だと思わなかったからさ、昨日までの情報だと。いけるべーぐらいで考えてたから。参っちゃうね。あ、でも叩かないな、全然。あんまり大きくないと思う。来ました、来ました。ジグ縛りできたよ。よかった。なんだろう、魚が。魚がなんだろう、ちっちゃい方法しかもスレだしスレスレ、やっぱ30センチないとね、今でも結構多分中層ぐらいだったよ今、本当ですか、うん、追いかけてくるんですか、うん、ボトムから追いかけてくるんだね、方法の活性は上がってきたかもしれない、タイが来ないだけで、どれ、はいはいはい、ちょっと待って待って、おはよう、は走ってんの、まっちゃん、あ、そう、目の前通
あー、いたいたいた、まっちゃんいた。まっちゃんさ、今さ、その辺で水温何度ある？いや、低いですね。低いでしょ。あのさ、まっちゃんポイントのちょっと沖行ったら 14.8 度なんだよ。で、今いるとこがね、今いるとこがね、15.2。低すぎだよね。まっちゃんいるとこで今いくつ？14.5、はい、あれ、じゃあそっちの方が冷てえのか。これ参っちゃったんだよね。ポイント移動しました。大河秋田が本命ケンちゃん。なんでケンちゃんばっか。負けスピードが合ってんじゃない？うん、ゆっくりだね、だいぶ。そう、負けスピードが。あれなんだ？おし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 、ほぼだ。えぇー、2匹目ーやりほぼやりちょっとサイズアップやりよかったね。ちょうどヒレ広げてるから、ちょうどいいね。泣いてます。ほぼ泣いてるんだよ。え、ほんと？そうそう。ほんですか？ほぼ泣くんだよ。知らなかった？知らないです。え、だからほぼなんですか？ゴーゴーって。ほら。え？浮き袋をこう縮めて音出すの。威嚇するときにさて泣くの。うれしそう。何匹目ですか？これ全部で3匹目です。やり。かなちゃん頑張れ。求めついてからすごいゆっくり。そう。一、うん、匹目釣れたからって。叩いてるからほぼさっきのほぼよりでかいかもしれない。来ました。いや本命か？違うわ。ほぼだ。ほぼでした。やったぜ。さっきよりでかい。さっきよりでかい。これはキープサイズだ。また叩かないぞ。ほうの坊さんですかね。かなあ、また。本命来てほしいな、そろそろ。頼むよ。今ね、ジグのただ巻き。ゆっくり巻いたら、叩かねえからほぼだな、これ。あ、違う、カレーだ。しかもスレだし。スレでかかったし、虫ガレでした。虫ガレ。美味しそう。美味しい。めっちゃ引いてる。叩き方がちょっと弱いから、ちょっと でかかったらネットインをお願いします。そっちに振るからさ、そこでいいよ。あ、ですか。うん。私がやりましょうか。いや、やばいやばいやばい。うわ、すごい引いてる。やばいやばいやばい。いや、タイかもしれない。え、本当ですか？やべ、切れないでよ。切れないでよ。ちょっと待ってね。なんか船長の竿めっちゃ細くないですか？細い。ちょっと待ってね。網を閉ざないように。来たかな？来たかな？来たかな？本命来たかな。今のもね、ただ巻きだったよ。本当ですか。うん、あんまりなんか優しい動きの方がいいのかな。うん、ゆっくりただ巻き。何かな。あと 10m、 あと 10m です。なんだなんだ、見えねえ。ほぼか。全然見えないの。長靴じゃないよね。なんだろう。あ、でっかいほぼだ。待ってください。でかい。でかい。でかいね。すごい。あ、でもこのサイズ的には良かったけど。めっちゃいい。うん。すごいでかい。うん、ゆっくりの方がいいな。多分溜まってるよ。2回で2頭連続だからね、今のね。レンちゃんです。
でもなんか引き方がおかしいな。いや、ベラがフグか。あ、違う。ほうぼうラッシュになっちゃったよ。入れ食い状態です。どうですか、重さ。重さはさっきと同じぐらいかもしれない。ちっちゃい、ちっちゃい方ね。全然叩きません。やっぱふわ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 ってやってゆっくり巻き始めた時にゴゴーンって当たる。お、なんかおかしいな。フグ？急に重くなったぞ。違う。出た。出た。あ、今度はガンゾウビラメだ。違うんですか？そう、あの真ん中に黒い点があるでしょ。本当だ。これはカレイじゃなくてガンゾウビラメってやつ。ヒラメなんですね。うん。ガンゾウビラメ。ガンゾウビラメ。右向きの、あ、じゃなくてあの左向きのカレイがガンゾウビラメって。ヒラメって言うんだけど、カレイ。やっと来た。だけどなんか軽いですよ。軽い？なんだろう。あれ？カレイかな。気抜かないよ。気抜かないよ。気抜かないよ。ついてますよね。ついてると思う。ついてる。ついてる。やったー。やっぱりこいつか。こいつ泣きしたんですよね。感じが。感じが。虫がねだね、これはね。やった。とりあえず。やった。ジグで釣れた。なんだ。なんだ。ホウボウだ。金頭。ホウボウに似てんだけど。はい、ホウボウに似てんだけど、ヒレがさ。青くない。青くないよ。本当だ。金頭。食える。食える食える。じゃあ食おう。金頭。なんだろう。何できた？ジグ？ジグですよ。肩巻きしてたら来た。おお、なんだ、叩いてるぞ。本命か。頼む。本命か。入れないでくれ。おお。なんだ、こいつ。いいサイズじゃん。やったー。嬉しい。やったー。やったー。でも今さ、タイかと思いました。勝手。ね、でさ。いいサイズ。やりー。いい、ね、いい写真撮れるって。やったー。はい、釣りは終わりました。とりあえずね、最初ね、フラップの 40g、 これ一つで行くって言ってたんですけど、ちょっとね、もうです、流れが速くなりすぎちゃって、途中でね 60g のスロービー変えて、これでずっとやってました。結構ね、スロービーにしてから方々が結構入れ食いになったんですけど、それとね、カレーで、タイのあたりをね、1回だけちょっと乗ってバレて、また乗ったっていう感じで食ってきたんですけど、取ることできなかったですね。ちょっと残念ですけど、とりあえず今日はこれで終わりたいと思います。消化的にはね、結構ね、数はそこそこ連チャンもしたんで楽しめました。上の方まで巻いてきた方がいいかもしれない。多分青もんだ。サバ、サバだと思う。上まで巻いてきた方がいいよ。来た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 、頑張れ頑張れ。おお、いい、あ、おお、ケンちゃん惜しい、ケンちゃん惜しい、ケンちゃん惜しい。ケンちゃんダメだった？やったー。サバ。やったー。やったー。いいサバじゃん。いいサバだ。でかいじゃん。やったー。嬉しい。ボールで食ってる。そういう感じだった。うん。やばー。カナちゃんのでかいよ。カナちゃんロット一回そこ置いて、こっち来たいわ。ライン出して。うん。なんかいきなり。いきなり来たでしょ、巻いてて。すごい。でかいでかい。すごい。
やったでかいでかい。マサバだね。いいね。いいそば。うん、いいそば、いいそば。マサバだよ。ちょっと船長外しちゃうね、これね。こんなに2匹ついたりするんですね。うん、サバはね、結構ね、食ってくたり、食ってくんだよね。やったー、嬉しいんだけど。やったすげーいいの。結構ちっちゃくないですか。でかいよそれ。やったやったまさかのサバ。